日本叩きに夢中すぎて実は自分の首を絞めていることに気づかなかった韓国の松尾がこちら。韓国は日本を叩くためならどこでも騒ぎます。それがたとえ国際会議の場であっても。しかしそんな韓国の振る舞いが国際的な支持を得ているかというと、当然のことながら全く得られていません。しかも何度もやっているのに未だに恥ずかしいことだと気づいていないようです。いつになったら韓国さんは成長するのでしょうか。というわけで今回はそんな韓国が国際会議の場で起こした騒ぎと日本の対応について見ていきます。それでは行ってみましょう。2019年7月に北京で開催された全体会合のために RCEP の官僚たちが集まりました。この RCEP とは地域的な包括的経済連携の略であり、アジアの国々が経済的に協力する目的で結んだ協定です。そして会議に参加した国は ASEAN の国々10カ国と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの6カ国を加えた16カ国で、議長国はインドネシアでした。今回の会議では新たな問題提起やすでに話し合いが終わっている件について、現状報告や今後の取り組み方について確認を行う目的がありました。ですがここで韓国は会議の内容とは関係なしに日本批判を繰り返したのです。周りの迷惑というものが考えられないのでしょうか。韓国は日本に対して2019年7月から行っている半導体素材をめぐる輸出規制の強化を撤回しろと他国の官僚たちがいる RCEP で突然叫び始めました。この突然の出来事に日本が困っていると、インドネシアの議長が RCEP の議論に集中するべきではないかと韓国に注意、 RCEP に関係ない話題を扱わないことを主張しました。日本からは世耕氏が参加しており、世耕氏も韓国に対してその話をするのにここは適切な場所ではないはずだと指摘しました。どうやら韓国は日本が不当に輸出規制をしていると言いふらして我が国の印象を悪くしたかったようです。お隣さんが考えそうなことですよね。この韓国の嫌がらせによって日本が他国に悪い印象を与えたり誤解されてしまってはたまりません。そのため日本からはこれらの輸出管理について安全保障を目的としたものであって、あくまでも貿易の管理を適正化するためだと説明をしないといけない状況になってしまいました。ちなみに日本が韓国に対して輸出管理をするのは実際に問題が発生したからです。その問題とは、2019年に韓国が日本から輸出した約4万キログラムの高純度フッ化水素を不良品として返品してきたことです。返品といっても実際に不良品として返ってきた高純度フッ化水素はたったの120キログラムで、日本が輸出した量とは全然違いました。つまり、残りの大部分は行方不明になっちゃったんです。このことについて日本は残りの高純度フッ化水素を横流ししたのではないかと疑っています。横流しの疑惑がある時点で韓国に信頼などなく、半導体を作る貴重な素材に関する安全保障を強化するため日本は輸出管理をかけました。こんなことをしなければ100歩どころか1000歩譲って約3万9000キログラムの高純度フッ化水素はどうしたのかを説明していれば、ホワイト国から外されることはなかったかもしれません。ですが韓国は反省することなく、今回の RCEP 会合の前に行われた WTO の一般理事会でも日本批判をしていたのです。世耕氏は韓国が主張するような WTO 違反に今回の件は全く該当しない、輸出管理の強化が世界各国のサプライチェーンに影響することは皆無であると説明しました。そしてこの場に挙げる話題ではないということを強く主張しました。このように正論を言われてしまった韓国側は、国内の輸出管理体制の見直しの一環だと苦しい言い訳をしていました。その後も韓国は大々的に話す必要があると主張しましたが、どの国からも賛同の声は上がりませんでした。韓国に呆れる国ばかりで冷ややかな目を向けられ、恥ずかしそうに着席していました。韓国はあまりに非常識であり、自ら恥をかきに行っているようなものです。ですが韓国は反省することなく、その後行われた日本と韓国の二国間会合でも同じ話題を蒸し返してきました。やれやれ懲りないものですね。この会合では韓国からヨ・ハンブ氏、日本からは外務省の吉田氏をはじめとした4人の代表が参加していました。ヨ・ハンブ氏は輸出規制措置について、これは明確な根拠もないのに一方的かつ理不尽に取られた措置である、国際貿易規範及び RCEP の精神に反しており、我が国及び他国の供給に深刻な影響が出る可能性がある、今すぐ撤回されるべきだと強く主張しました。ですがこれに日本も黙っておらず、またしても世耕氏が韓国を黙らせました。世耕氏は韓国に対して WTO の議題にするのも正直どうかと思うが、RCEP となれば本当に何の関係もない話だ。このようなきちんとした場でそのような行動を起こし続けていると、韓国の方が国際的な信用を失ってしまうだろうと
と冷静に指摘していました。すでに何度もやっていますから信用は落ちていると思いますけどね。この会議に参加していた他の参加国も韓国の行動に呆れている感じでした。どうやら韓国の主張を聞いている他国の人たちはお隣さん対策を身につけており、スルーできるスキルを持ち合わせていたようです。発言しても余計ややこしくなるだけなので、相手にせずうまく聞き流すのが韓国への対応になっているのかもしれません。このことについて海外から多くの反応が寄せられていましたので、その一部を紹介します。韓国はとうとうそんな低レベルにまで落ちぶれたのか。どこであっても文句をつけるのはやめられないのか。それとも公開処刑がしたいの。まあ公開処刑されたのは結局韓国の方だったけどね。騒ぎを起こせればどうでもいいと思っている説があるな。たくさんの国の前で暴れ回れば1カ国ぐらいは味方になってくれるとでも思ったのかな。3カ国の人々も困惑しただろうな。韓国国民には恨みの感情しか存在しないようだね。子供の頃から教育されたその感情が今、韓国という国全体を谷底へ突き落としている。以上が反応の一部です。どこでも日本を批判する韓国に呆れる反応になっていました。また日本批判ばかりする韓国について子供の頃からの教育が関係しているという反応もありました。お隣さんのやっていることはもはや洗脳と言えるものであり、間違った教育をやり続けています。また、韓国はそれがとんでもないことだということに気づいていません。日本でも自虐史観教育がされていて、日本は悪い国だ、日本は遅れている、と盲信している人も少なくないという事実があります。教育は大事ですし、このようにプロパガンダに使われたら恐ろしいですね。もし間違いに気づいたとしても、韓国はプライドが高いため、過ちを認めることはないでしょう。もっとも、そのせいでさらに嫌われることになりますが、このように韓国の度が過ぎた行動は海外の人たちも理解できないようです。韓国は日本を貶めて上に立ちたかったようですが、自分たちがとんでもない国であるということを自分自身で世界中に知らしめることになりました。それに相手を貶めても、自分のレベルが上がったわけではありません。要するに自分で自分の首を絞めているのです。我が国としても日本産の半導体材料は世界中の国々が欲しがっているものであり、韓国への輸出を止めたとしてもあまり影響はありません。ですが一方の韓国は日本産の材料が手に入らないととても大きな不利益が出てしまうようです。韓国では半導体は国の一大産業となっています。輸出管理が強化される前、半導体の需要は世界中で高まる一方でした。自称輸出大国の韓国にとっては稀に見る大チャンスだったようですが、叶わぬ夢になってしまいました。ただお隣さんの言うことなので本当かどうか疑わしいところです。まあ韓国がそう思うならそうなんでしょう。韓国の国内だけでは、韓国の半導体の大手であるサムスン電子や SK ハイニックスはこの大チャンスを逃したくないがために、どうにかして生産体制を強化する必要があります。その結果行き着いたのが日本からの素材輸入でした。日本から輸入した半導体装置の総額はその時の前年と比べても5倍以上増えています。そして2019年1月から5月の韓国の対比貿易赤字は例年と比較すると 34% 増え、100億ドル、日本円にして約1兆1000億円に上っており、なんと13ヶ月連続で赤字が続いたのです。日本に対しての態度を改めることが黒字への近道ではないかと思うのですが、頭を下げるということができないのでしょう。まあそれが簡単にできたらこんなことになっていないのですが、ちなみに韓国は日本から輸入した半導体で行動を起こそうとしたのですが、そのタイミングで輸出管理が発表されたのです。日本は韓国に利用される前に先手を打ったということです。輸出規制の対象になったのはレジスト、高純度フッ化水素、フッ化ポリイミドという半導体を製造する上で絶対に必要となる3品目であり、韓国は大ピンチになってしまったのです。なぜかというと、販売することを約束した買い手が世界中にたくさんいるのですが、肝心の商品が材料不足で製作できなくなってしまったからです。またサムスン電子や SK ハイニックスなどの半導体企業は韓国を支える数少ない希望の星と期待されていたのです。ですが状況は一変し、企業が倒産してしまう可能性もあり、そうなると国を支えるものがなくなって共倒れしてしまうかもしれません。韓国はなんとかそれだけは逃れられるように素材を国内で調達できるようにしなければならないと焦りました。その後、競争力強化戦略を策定してサプライチェーンの安定化を目指しながら、グローバルバリューチェーンの再編などに取り組み始めたようです。そして規制強化から1年の月日が経った頃に、韓国政府はようやく日本からの輸出規制を受けた品目について発言をしました。韓国政府が行った迅速な技術開発支援及び企業の代替素材の投入をしたことにより、国内生産を拡大し安定化することができた。需要と供給のバランスが維持できている。と日本には頼っていないことをアピールし、輸入先に EU やアメリカを追加したのです。
さらに万が一の事態に備えて在庫をこれまでの2倍の量に増やすことを発表していました。このことについて韓国メディアは、脱日本が進行している、日本の理不尽な輸出規制にも対抗してピンチをチャンスに変えたと喜びを伝えていました。ですが、もともと国内産業の素材を国内で生産することは世界では当たり前のことであり、それができていなかったのが韓国でした。また EU からの輸入品の中には日本が EU 諸国に輸出した製品が入っており、結局は日本が作ったものが巡り巡って韓国国内に入っていて、脱日本とは言えません。結局日本頼みですね。韓国は強気の発言をしていますが、言っていることとやっていることが無茶苦茶であり、このままでは韓国が脱日本になる前に他国から韓国自身が見捨てられるかもしれませんね。このことについて日本からも多くの反応が寄せられていましたので、その一部を紹介します。輸出規制ではなく輸出管理強化です。規制と管理では意味が全然違うよ。輸出規制なんてしてませんよ。優遇措置をやめて普通の輸出に戻しただけなんですけど、何も分かってないのに大切な会議で目立とうとしないでノージャパンを続けてください。もちろん日本もノー韓国でいきます。日本批判を繰り返しといて貿易関係だけ韓国を捨てろなんて都合が良すぎる。韓国の人たちには規制と管理の違いが理解できないのか。他国もいる中で二国間協議のような状態になるのはおかしいでしょう。以上が反応の一部です。輸出に関して規制ではなく管理だと主張する反応が多く見られました。韓国が輸出規制と騒ぐのなら韓国の望み通り規制した方がいいのかもしれませんね。お隣さんは日本に対していつも強気な姿勢で、他の国がいればチャンスとばかりに日本批判を繰り返します。しかし運をわきまえない韓国の行為はすればするほど世界から呆れられ相手にされなくなるだけでしょう。いえ、もうすでに相手にされなくなっています。2023年10月、麻生副総裁が土直球で韓国を批判しました。国として政治も経済も成長していないと日韓の国会議員懇談会で正面から指摘したんです。実際、もう韓国経済はどうしようもありません。あらゆる経済指標がどん詰まりの現状を示しています。例えば、海外進出企業の国内回帰率はたったの 4.5%、 韓国から出ていった企業のうちなんと 95% が、もう国内に帰るつもりはないよと明言しているんです。そんなわけで経済全体が危機的状況に直面しているんですが、特にヤバいのが自営業。自営業のうち約7割が多重債務者、いくつもの貸金業者からお金を借りて実質的な返済不能状態に陥っているんです。そんな彼らの積み上げた借金は総額で約1000兆ウォン100兆円、そしてこのうち7割に相当する約70兆円が多重債務による返済不能状態、つまり事実上の不良債権と化しているんです。自営業だけでも不良債権が70兆円も存在している。どれだけヤバいかひしひしと伝わってきますよね。こういった事実を明らかにしたのは、韓国の貿易投資振興公社による調査。同社の行った今後国内に生産拠点を戻す予定や計画はあるかというアンケートにわずか 4.5% しかあると答えなかったんです。調査対象となったのは海外進出した韓国企業734社。このうち国内回帰するよする予定があるよと答えたのはわずか33社だけだったんです。残りの701社、 95.5% はそんなつもりはないと回答しました。国外に拠点を移した企業の大多数はもう二度と国内で事業をやりたいとは思っていないんです。もうそれだけ自国に愛想が尽きているんですね。その背景にあるのは生産性の低さ。コリア日報の取材に応じたソウル大学のチュ・ヨンソプ教授は、円安によって日本企業は国内回帰を急いでいる。しかし韓国の場合は生産性が低すぎると指摘しました。これはどういうことかというと、ウォン安でもどうしようもないくらい韓国の魅力は低いということです。最近は円もウォンも通貨安に動いています。そのため日本企業は生産拠点を国内に移し始めました。国内の生産コストが相対的に安くなってコスト競争力を維持できるようになったからです。わかりやすく言うと、数年前までは時給で1000円払っていたら約10ドルだったのに、今は6ドルちょっとで済む。だったら海外より労働者の質も高い日本で生産した方が良いじゃないって動きになっているんです。同じことはウォン安が進む韓国でも言えます。本来なら韓国企業の間でもコスト的に有利だから国内に戻ろうという動きが出てきてもおかしくないんです。ところがそうはなっていません。なぜなら生産性が低いから。はっきり言うと労働者の質がとんでもなく悪いんです。韓国の労働生産性、一人の労働者が1時間に生み出せる価値は約 42.9 ドル、アメリカの 74.8 ドルやドイツの 68.3 ドルと比べたら文字通り比べ物にもなりません。
こうなっている理由は想像がつきますよね。特に自動車業界では生産性の低さは有名です。2020年にはヒュンダイの工場において一人でできる作業を3人でやる束作業が常態化していたのがメディアにすっぱ抜かれています。本来なら一人の労働者がやる仕事を3人でやっていたら一人当たりの生産性は単純に3分の1です。他にもライン上を流れてくる車を5、6台まとめて作業してあとは休むプル作業や逆に5、6台が通り過ぎてからまとめて作業するプッシュ作業と呼ばれる状態も横行していたとのこと。要するに休まず作業していたら6台分の作業ができる時間で1台分しか働いていなかったんです。残りの5台分の時間は休憩時間です。そりゃ生産性が低すぎると言われますよね。そのせいでウォン安にもかかわらずもう国内には戻りたくないという企業が大多数を占めているんです。さらに日本では国内回帰に対する補助金がありますが韓国の場合はそれがありません。正確に言うとあるにはあるんですが海外工場を全部閉鎖してからじゃないと支給対象にならないんです。 A 国の工場は国内に移すけど B 国の工場はそのままにしたいって場合は何の支援も受けられません。このように労働者の質の悪さとトンチンカンな経済政策のダブルパンチによって韓国の産業は空洞化が進んでいるんです。しかし未だ国内に残っている企業も安泰ではいられません。中小ベンチャー企業省が行った調査では韓国企業の5年生存率がわずか 33.8% に過ぎないことが分かりました。起業してから5年以内に7割近くの企業が倒産しているんです。この数字は OECD 内で最下位クラス。韓国より悪い国はポルトガルとリトアニアの2カ国しかありません。ポルトガルの5年生存率は 0.8% 低いだけの 33.0% なので実質的にはリトアニアだけと言っても過言じゃありません。もうダントツでひどいんですね。しかもこれは2020年に行われた調査によるもの。今の韓国経済はさらなる不況に陥っているのでもっともっと悪くなっていてもおかしくありません。せっかく自分でビジネスを始めてもほぼ立ち行かずあっという間に倒産してしまう。そういう絶望的な状況に韓国は追い込まれているんです。特にひどいのが宿泊飲食業。これ韓国では自営業としてやる人がかなり多いんですがこの2業種における5年生存率はわずか 22.8% に過ぎません。成功できるのは5人に1人だけなんです。もっと言うと1年生存率だってたったの 65.9%。 韓国で宿泊飲食業をやるのは半ばかけみたいなものなんです。1年後にはざっくり半数が倒産しているわけなのでコイントスをやっているようなものです。しかもギリギリ生き残った場合でも借金に苦しめられているという場合が少なくありません。中央日報の報道によるとソウルの飲食業界では賃貸料と未収金が積み重なり赤字経営を泣く泣く続けるケースも多いとのこと。要するにうちの借金を返すまでは倒産なんかさせないぞ、他から借り手でも金を返せという状況になっているんです。それは統計にも現れています。2022年10から12月期における自営業者の貸付残高借金はなんと1019兆ウォン、日本円にして100兆円以上です。この統計を発表した韓国銀行によると前年同期比で100兆ウォン10兆円ほど増加しており過去最大の数値となったとのこと。自営業の借金はかつてないレベルでどんどん増え続けているんです。しかもこの借金を返すあてはありません。韓国の自営業者のうち約7割は多重債務者です。その名の通り複数の業者から借金をしている人のことで同国では3カ所以上から多重債務とみなすという定義になっています。そしてこうなると彼らは借金を基本的には返すことができません。というのもほとんどの場合借金を返すためにまたお金を借りるという状態に陥っているから。 A 社から10万円を借りたので利息の2万円を合わせて12万円を返さなくちゃいけません。でも返せないので B 社から12万円を借ります。これで A 社への返済は終わりました。でも B 社には利息の2万円と合わせて14万円を返さなくちゃいけません。そのために今度は C 社から借りたので返済額は合計17万円です。最初の返済額は A 社への12万円だったのに最終的には17万円にまで膨れ上がっています。これが多重債務の怖さ、利息の怖さです。そして韓国では自営業者のうちなんと7割、人数にすると実に450万人がこういった多重債務状態に陥っているんです。これだけで現状のヤバさがわかりますよね。自営業の多重債務者だけでも全人口の 8% 強を占めているんです。しかも彼らは多額の借金を抱えています。自営業全体の借金額が2022年末時点で約100兆円でした。このうち約7割、実に72兆円が多重債務者によるものなんです。つまり
実質的に返せない、返す当てがない不良債権が72兆円も積み重なっているんです。さらに韓国銀行の発表によると、負債総額は2021年末時点ではまだ63兆円だったとのこと。つまり実質的な不良債権はたった1年で10兆円近くも増加したんです。この増加傾向はその後も続いています。2023年4から6月期の統計では、自営業全体の負債総額は昨年末から4兆円増加の104兆円、そのうち多重債務者によるものは2兆円増加の74兆円に達しました。もちろんどちらも過去最大規模。今の韓国では返す当てのない、返されるはずもない借金がどんどん増え続けているんです。何らかの対策を取らない限り、次に発表される最新の統計でも負債額はやはり過去最大を記録するでしょう。そのため自営業が抱える債務は金融危機を引き起こしかねないと不安視されています。韓国銀行は直近の報告書で、自営業に対する貸付は多重債務となっている場合が多く、不良債権化すれば危機が金融業界で素早く伝達する懸念があると指摘しました。多重債務者は銀行からもノンバンク、消費者金融からも借金を重ねています。最新の統計だと負債総額の約4割が消費者金融からのものだそうです。そんな人たちが、もう会社は倒産寸前です、私個人も自己破産しますとなったら、銀行も消費者金融も含めた金融業界全体が被害を負ってしまうと韓国銀行はそう警告しているんですね。ちなみに韓国では日本と比べて自営業が非常に高い割合を占めています。韓国の労働力人口約2800万人に対して自営業は約650万人の 23%。 一方日本は労働力人口約6900万人に対して同200万人の約 3% です。ここまで韓国の自営業がどれだけ借金に苦しめられているかお話ししてきましたが、所詮は小規模な自営業の話でしょうと思った方も少なくないかもしれません。でも日本とはインパクトが全然違うんです。自営業の苦境は全労働者の5人に1人、全人口の10人に1人に関わってくるとんでもない大問題なんですね。家族経営のお店を考えたらこの割合はもっと高くなるでしょう。自営業の苦境は経済全体、金融業界全体を揺るがしかねないんです。じゃあどうしてこんな状況になっているかというと、根底にあるのはムン・ジェイン前大統領の無茶苦茶な経済政策、特に最低賃金の大幅な引き上げです。この5年間で最低賃金は約680円から962円へと 41.6% も上昇しました。現実の経済はそんなに成長していないのにもかかわらず、お給料だけ強制的に引き上げられたんです。自営業はお店に入ってくるお金が変わっていないのに、出ていくお金だけ増えることになりました。結果借金まみれ、多重債務まみれのとんでもない状況に陥ったというわけです。しかもムン政権はこの苦境をあえて無視しました。具体的な手法は統計改ざん、統計庁に圧力をかけてまで、最低賃金の引き上げで経済は順調そのもの、さすがはムン大統領様だという見せかけだけの成果を作り出したんです。最近はユン政権によって調査が進んでいるんですが、当時は統計庁の職員が大統領府から呼び出されて、調査が間違っていることを認めろと叱りつけられた事件があったことが分かっています。あた、非正規雇用が86万人増えましたと報告したら、ありえない数値と断定されて、これは回答した労働者が自分を非正規雇用だと勘違いしたんだよということにされたそうです。こういった統計改ざんを拒否した職員は左遷されて、応じた職員は高級官僚へと昇進したとのこと。こんな無茶苦茶なことをやっていたら、そりゃ経済だって無茶苦茶になりますよね。文前政権は経済の実態を無視して、賃金を引き上げたら景気は良くなるんだというドグマ、競技だけを追い求めて、統計すらそれに合致するように改ざんしていたわけです。ただ現在はこういった無茶が明るみになりつつあり、文前大統領の側近であるホン・ジャンピョ経済首席秘書官やファン・ドクスン雇用首席秘書官ら22人はすでに統計法違反と職権乱用などの罪で捜査が進められています。2023年10月20日には大統領記録官内部文書の保管庫に対する検察の家宅捜索も行われました。捜査の手が文前大統領本人まで及ぶ日も遠くはないでしょう。くしくもその直前の12日に、日本の麻生副総裁は韓国との国会議員懇談会で、歴代大統領は命を奪われるか逮捕されるかの二択だと指摘しています。要するに韓国は国として成長していないと痛烈に批判したんです。国民の直接投票によって選ばれる大統領なのに、誰もが犯罪に手を染める、そうじゃなくても捕獲対立、左右対立の中で敵対勢力に命を奪われる、建国以来ずっとこういうことを繰り返してきたわけです。ちっとも前に進んでいません。
経済だって同じです。うまくいかなかったら統計をねじ曲げて見せかけだけ取り繕っています。麻生副総裁はこの成長のなさを正面から指摘したんです。そして文前大統領も統計改ざんによって逮捕されようとしています。彼も歴代大統領と同じ末路をたどるしかありません。まあ無茶苦茶な経済政策によって多重債務を抱えることになった自営業の人が450万人もいることを考えたら当然の結末と言えるのではないでしょうか。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、韓国は日本を攻める前にせめてもう少し自立してはどうかと思います。何かと日本から隔離、日本を非難してばかりで自分を磨こうとせずにわがままばかり、その結果がこの経済状況です。製品だってメイドインジャパンは信頼がありますが、メイドインコリアは信頼があるでしょうか？よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ